おはようございます。3月31日5時7分の相場解説になります。まあ、今月も今日が最後ですね。1時間から見てみます。すでにねロットは5になってますんで、ちょっとこの辺で、ちょっと5はやめてですね、調整しないといけないですね。今これロットが5になっているという、5になっているということですね。まあちょっと1でいかないと大やけどしますね。で、この図なんですけども、今まではどういうふうに動いてきたかというと、この三角形がありまして、ここからですねブレイクしてずっと下の方に来たと。で N を書きながら何度か落ちてきて、 N が大きくなってきて、今回もね N がかなり大きいのかなと思ったらちょっと下がらなかったんですよね。でもまあ私は警戒してたわけなんですよ。警戒してたらどういうことかっていうと、ちょっと拡大図いきましょうか。拡大図、どこを拡大するのかですけども、ここをちょっと拡大しますね。ここと拡大してやっていきます。ちょっと待ってくださいね。今回は特別編ですよ。詳細な拡大図があります。まあこういうふうに、今四角で囲ったところを拡大したんですけども、気になる、ローソク足はこれです。まず。陽線なんですけども、上に大きなヒゲが出てるんですよね。まあですから、下に大きく押されるだろうと思って、下目線で入りました。そうするとまんまとですね、次のローソク足は青い、この陰線なんですけども、その次ですね、その次のローソク足見にくくてすいませんけども、下髭を大きく出して終わってるんですよ。だからこれは上昇に向かう予兆になるんですよね。これ一旦消しますよ。いろいろほらね、これとこのヒゲ、このヒゲに気づいたかどうかですよね。この大きな下ヒゲで終わったチャートバーの次は、ここからね突き上げていく可能性があるんですよね。まあですんで、ここで入った私としては、もうこの辺でね利幅は薄いですけども、ちょっと離脱しなければならないということで離脱したわけなんですよね。その後っていうのはN を描くような感じだったんですけども、描かずにですね、またここで赤いヒゲが出てますよね。でここで上昇する予兆が出てるんで、上昇するかなと思ったらやっぱり上昇してるんですよ。でこの上昇のパターンとこの上昇のパターンが似てて、まあ、いわゆるですね、ここでまた N みたいなのが書かれているんですよ。わかります？でこれは要警戒ですね。上にズバッと突き抜けることもあるんですけども、次にここで包み足が出ているから下に下がるのかなと。要するに揉み合いが始まるという形なんですよね、私が思うに。 N が出た後に包み足ですから、これは横ばいが始まるんではないかなと思ったら、移動平均線はどんどんね束になってきているということでございます。まあですんで、まあ、横にね進むんじゃないかなっていうふうに考えたのが昨日の夜ですね。はい、それではね、1時間を見たんでデイリーから見ていきます。今日3月31日のデイリーです。日付が変わったらデイリーを見るということですね。まあそうするとですね、一番こっち右側のチャートバーは上下にヒゲを出した赤い、陽線になってますよね。それまでが陰線陰線とこういうふうに来ましたんで、この勢いのまま、まあ最大値でですね、この辺りまで来てもおかしくないなというところでございますけども、まあここまで来るのはまだまだ先ですね。財政出動が出た後にここまで来る可能性があるということです。で、値上がり幅というかね、上の方に行くのは112円の080あたりまでが限度かなというところで、この幅でですね、いろいろと考えていこうかなと思ってます。それがデイリーですよね。はい、次、4時間足見てみます。はい、4時間足では、まあ、ゾーンのことを話しましたけども、まあ、ここで横ばいに入るとは思うんですよね。移動平均線は大きく下にぐわっと広がってるんですけども、これが、まあ、そのままね、広がって下の方にチャートバーが向かっていくことも当然あります。でもそうならないこともあるんですよ。その裏付けを4時間で取らないといけないときに、まずね、このゾーンがどういうふうな経路で引かれてきたかってことを思い出してください。それはちょっと消えてますけども、この辺のローソク足の束ですよね。これがポイントになっているというところです。まあそうしてみると、その後ぐーっと下がって、
力が加わったところが2箇所あります。ここと、それからここですね。その後また、上下への迷いを払拭してぐわっと下がったわけですよ。で、若干ここでまた横ばいみたいな動きがありましたけども、結局こういうふうに下に来て、ヒゲの束で支えられて上昇してきたというのが、昨今までの経緯ですよね。ということはですね、ゾーンを引きます。2つあるんでややこしいんですけども、ここと、まさに被るでしょ、これ。ここ。で、もう一個、ここなんですよね。ですんで、このあたりは、ちょっとエントリーポイントとしてはなかなか難しいところなんですよね。ゾーンに支えられて、上に跳ねるかもしれないというところもあります。そうすると、この、レンジ、オプションになってきます。レンジオプションね。いろいろと専門用語わかんないと、聞いててわかんないと思います。だから、なんですかね、暗記してないと説明聞いても難しいですよ。わかります？で、専門用語は最低知っておかないといけないし、ゾーンという概念とかね、N 波動とかね、W は右辺が強いとか、ヒゲとか、ああいうのはもう当然知ってないと、私の解説聞いても無駄です。わかんないと思います。はい、ということを挟みながら、抜けたら、この辺りまで勢いよく行くんじゃないかなというふうに思いますよね。抜けたら。でそれが、あと4時間の見方です。で、こういうふうに、いろんな時間軸での見方を、検証してね、裏付けていって、どういうふうな決断するかってことなんですよね。はい。で、ここでね、毎日の、チャートの見方をちょっとお話ししておきます。まず、もう今日と明日で1ヶ月が入れ替わりますよね。3月から4月になります。で、月が変わると、マンスリー、月足を見てください。ですから、月足を見るのは月に1回です。そこで、上目線なのか、下目線なのかってことを、1本が1ヶ月のチャートバーによって、ロウソクによって見るわけなんですよね。全体の流れを見ていきます。実際に見てみましょうか。これが月足ですよ。ね。どっちに向かっているのか、もしくはどんな形になっているのか見えてくると思います。これはペナントのブレイクが始まったところかなということですよね。で、上下に大きなヒゲが出ているのが一番最近の形成中のチャートバーですから迷っているところに入ったのかなというふうに思いますよね。月足単位で見ると迷っている感じです。はい、それではですね、次、週が変わったら週足を見てくださいね。ですんで、土日がお休みですから、月曜日になったら必ず週足を見るところから始めるってことです。で、月と週が同時に変わるときもあります。なんですかね。例えば3月の2日っていうのがありましたけど、これ月曜日ですよね。だからマンスリーとウィークリー同時に見たと思うんですよ。だから相場解説、ちょっと長くなったと思います。はい、それでね、次3つ目。日が変わるってところですよ。だから日足っていうのは毎日朝一発目に見るところです。で、大きな時間軸から見ますから、通常は日足を見て、4時間を見て、1時間を見て、15分を見る。場合によっては1分も見るっていう形ですね。この順番で見ていって、じゃあ自分がトレードをする主戦場。私の場合は1時間ですけども、1時間で検証するってことになります。だから1時間足だけ見ても、わかんないんですよ。さらに大きな時間軸に支配されている支配波っていうね、支配の波ですよ。支配波っていう概念もありますし、それから、小さな時間軸がより大きな時間軸にですね、だから15分とか1分が1時間に影響を及ぼすのが将来来るってことを考えると、大きな時間軸で、全体を見て、小さな時間軸でこれからのことを予想するという形になります。で、決断するのが自分の主戦道たる、主戦場たるね、私の場合は1時間足だよってことですよね。今日の話、難しいなと思ったら基礎用語がまだできてないと思いますんで、チャートを見るのをやめてですね、基礎用語の暗記に努めてください。ちょっと長くなってすいません。本日は以上です。また来月からよろしくお願いします。